今回は前回のテーマに引き続きお話を進めてみたいと思います。前回のテーマはえ他、ー、流試合ができる人になろうということで、もし聞いてない方はそれでもう合わせて聞いていただければと思います。 えー、そうですね自分自身の経験値も含めて、踏まえて、えー、お話をしてきてるんですけれども、あくまで参考として、自分ご自,、ね、ご自身に当てはめて、ですね知識を高めて、ご自身に当てはめて、応用を聞かせていただけるといいんじゃないかなと思います。で、えーまああの まあ自分自身も転職を結構してきてるんですけど今もそういう時代にもなってると思うんですね、えー、と一つの会社に勤めて一生勤め上げるっていうことはなかなかあの昔は割と多かったんだと思うんですけれども最近は本当にそういうことではなくてうまくキャリアアップをしながら自分自身やりたいこととその、えー、会社 のそうですね会社で、えー、仕事をしていくということの中で自分自身のやりたいことを実現していくという中で転職をの、ま、していくっていうのはあの何回かまあ、やってもいいんじゃないかなという時代になってきました、まあ当たり前のようにですね、えー、っとそうやって、えー、転職をしていくるのがまああの昔に比べたらあの 違和感がななないような状況になりつつあると思いますあとは正規社員といわゆる正社員とあの派遣のですねあの割合もどんどん変わってきているので、えー、働き方という意味ではいろんなあの働きの形態が出てきているんだろうなと思いますその中でやはり、えー、自分自身がゴールを設定しそこに合わせて自分のキャリアをどのように積み上げていくかということやっぱりそれぞれが考えていかなきゃいけないかなという話で捉えていただきたいと思います。 えっとあくまで転職すればいいとかそういうことを言ってないのでごそこは誤解がないようにしていただきたいんですけれども、えー、っと前回はですねそ他流試合ができるようにしていこうということで、えー、っとできることを増やしていくっていう話ですよねで1、えー、つのところにとどまってもあの学ぶことがないっていうことはないと思うんですけどもほとんど、ま、新しい学び刺激がなくなってきたら えと新しい職種にチャレンジするとか、ですね、まあ、大きな会社でいうと社内転職みたいな感じで、部署移動とかの申請を出せば、いろんなことはできると思うので、転職しなくてもですね、大きな会社であれば、いろんな経験を自分なりに仕掛けていくのはできると思います、でそうすることによって、えーと、自分の中に柱を作っていくという話をしました。 特に20代、30代、まあ、30代前半ぐらいまでかなと思うんですけれども、えー、ここなったら自信を持って、自分やってきたぞと言えるように、であの周りからもですね、えー、上司からも、同僚、部下からも、うんまあ、そこは一目置かれるぐらいまで、やっぱり何かあの自分で、えー、取り組んでる、その仕事の中で、えー 磨きを徹底的にかけるとということですねあの日々、嫌だ、嫌だって言ってるとそこは磨きかかんないんで、まあ、いくつかの選択肢の中で自分に合ってるだろうというものを選んでですねその仕事についているんだと思います、サラリーマンであったとしてもですね会社員だったとしても。であれば、そこをですね言い訳をあのせずにですね徹底的にあのやり尽くすっていうことですね、磨きをかける、自分でも言い訳を作らずに。 それはもうここはあの自分に任せてほしいねできるぞっていうふうに言えるくらいまで磨きをかけてで柱を作っていくということですね。でじゃあああのの代以降はあの そういうことしなくていいのかってそういうことではなくて、えー、30代後半から40にかけているとだんだん、えー、っと仕事のスタイルとかですね会社のその昇進とかもどんどんしてると思いますで、えっと、いろんなことがもう仕事の中で見えてきてると思うんですね業界知識とかその仕事のやり方とか大体いい全体も見えるようになって部下もいると思いますで、えー まあ仮にそうでなかったとしても長くその仕事をやり続けてるその業界でずっとやり続けてるとしたらあの見えてるかなり仕事の、うん、ビジネス環境も見えてると思うんですねじゃあそういう40代以降でどのようにチャレンジしていけばいいかでやっぱりここはチャレンジという言葉がどうしてもあの欠かせないと自分は思ってて40代であったとしても新しいことにやっぱりチャレンジするっていうことですよねそりゃ20代とか30代前半に比べたら うーん割とこうストレスがかかることかもしれませんよね。えー、もしかしたらこれまでやってきたあーやり方が全く通用しない職場に行ったとしたら全くゼロから <laughs> あのうん若手社員でもできるようなことが自分ができないことに愕然としたりとかですねでもそれっていうのはあの当たり前のことであって。う 新しい職種とか新しい仕事を覚えていくっていうのは必ず0から1を積み上げてるいくところがどうしても必要なので、えー、そこはあの毛嫌いせずにというかですねプライドを捨ててやっぱりここプライドですよね、えー、悔しいとかって思いがあってもう,う こん,こんなところから自分はできないっていうのではなくて初心に戻って40代以降でも新しいことをチャレンジできるで徹底的に学ぶってことですよね最初はうまくいかなくてもそれをやり続けるとやっぱりもともと持ってた自分自身のおそらくもう40歳過ぎたら柱ができてると思うんで、えー、2本目3本目の柱を作っていくっていう感じで、えー、できればチャレンジをしていくってことですねそこでも、あのー、手を抜かず逆に言うと ここまで来てね自分のキャリアの中でここから新しい仕事かって言いながらあのじっくりやるのではなくて、まあ、じっくりやっていいんですけれどもあのスピーディーに駆け上がるぐらいね本気になってそこを磨きをかけて短期間にそこに柱を立てていくということで捉えていくと、まあ、自分自身のその仕事のキャリアの中であの立ち上がってくる、えー、柱の本数が1本ずつ増えていくはずなんですね。そうすると まさにに試合がどんどんんできるるようになってくるはずですよねこれを怠るとですね40でも50まあ40以降でこれを怠るとですねどうしてもキャリアっていうのはどうしても先細りの感覚になってしまってエフィカシーが上がりづらくなるかなと思うんですね。 えー、副業解禁の会社もどんどん増えている中で、新しいことにチャレンジするってことは、そういう環境になってきているということでもあるので、えー、ぜひそこはあの焦らず、焦らなくていいと思うんですけれども、えーと、自分自身がやってみたいなというものを見つけたら、ですね全くこれまで経験したことがないことでも、ぜひチャレンジしてや、うん、それをあの磨きをかけていく、自分自身で徹底的に磨きをかけていって、柱を作っていくと。 でやっぱりそれも圧倒的な情報量があって初めて抽象度が上がるという意味では、えー、っと抽象度を高めていくとさまざまなです、ね、あの視点を取り込むことができる。そして自、えー、自分自身はこれまで、えー 見えなかった情報が見えててくくるるとも外れる体感も出てくると思うし、えーまあ、そういう感覚が出てくるとですね新しい領域に入ったとしてもそれを一瞬にしてクリアできるようなそういうマインド新しい領域っていうのを常に自分がチャレンジしていくと必ず壁にぶつかりまくるわけですよねそれでも絶対超えられるんだと超えるぞっていう高いエフィカシーが維持できるということにもなるつながってくると思うんですよね。 ということで、えーまあ、常に、まあ、圧倒的な情報量というのはやっぱりあのゴールを決めたらそれに関する情報を、えー、徹底的にこうリサーチして自分の中にインプットしていくということでもあると思います。それを えー、自分の中で、えー、ゲュタルトを作ってアウトプットしてそれが、えー、と価値に変わるとこまで持っていけたら自分の柱になっているということでもあるので是非、えー、まさに、えー、年齢関係なしに今日の話は別に40以降の話ではなくて年齢関係なしにあの常にチャレンジがやっぱり、えー、必要だしそういうことによって自分自身のその なんてうでしょうね、あの能力をどんどん引き出すことができる、抽象度がどんどん上がり、何が、ね、どんな壁にぶつかっても超えていけるぞというねあの、高い高いエフィカシーにつながってくるという話をさせていただきました、まあ、自分自身もそういうことをやってきてますので、えー、コンサルの経験もあるからあの、どうしてもその話になっちゃうんですけども、いまだにそういうコンサルの案件とか飛び込んでくるんですね、でその時にもちろんあの初めての業界もあります。 それでもちゃんとリサーチをかけていけばできるという、ね、高いエフィカシーのもと今、コーチング、えー、コンサルティングといってもあのコーチングを含めてどちらかというとやることが多いのでどちらかというとビジネスコーチングに近いんですけれどもそれでもやっぱりコンサルティングの、えー、と手法というのはどうしても使っていきますのでその時には、えー、新しい会社からもちろん来ますから、えー、と次が次へと来る場合に。その この業界は初めてだってできませんではあの話にならなくて <laughs>、どんな業界でもあのちょっとリサーチをかけて、現場に行ってみると大体経営課題って見えてくるので、そういうコンサルティングが未だにあのそういう問い合わせとか、えっと、アンケアをいただくことがあるんですけども、そういうことができるというのはまさにそういうこと、そういうことですよね。圧倒的なその過去ではなくて未来に向けて、 圧倒的な経験値があるし未来に向けての,その高いエフィカシーを、うん、自分の中にインストールすることができているのかなというふうに思ってますまさにこのコーチングの理論を学んで、えー、実践してきてるからこそこのコンサルティングの案件もですね えー、次から次へと、あのー、しっかりとこなすことができてるかなと、クリアしすることができてるかなというふうに感じてますので、えー、今日の話も参考にしていただければと思います。えー、っと、あくまで私自身の経験値も踏まえての話なんで、参考にしていただければと思うんですけれども、あのー、いろんなヒントがあると思います。繰り返しこれも聞いていただければと思います。えー、っと、今日は以上です。わくわく様でした。